はい、どうも、共振チャンネルのコウキです。今回なんですけど、カメラマンの方に今日の夜仕事終わってから僕の家にまたヒカルが突撃すると、カメラマン手伝ってくれと連絡来たみたいで、カメラマンと僕がグルになって突撃してきたら、徐々にブチ切れて焦らしてやろうかなと思います。今さっき仕事終わったって連絡カメラマンの方に来とったんで、カメラマンと合流すると思うんで、僕はこの家で待ちたいと思います。したらヒカルと村で待ちます。では、お疲れ様です。何その格好。いやー、ちょっとですね、これまた緊急企画ということでですね、僕またパチンコ行って風俗行ったらお金なくなったんで、まあ殿下の方と社長の家でご飯今日も食べていきたいと思います。またその企画系。またその企画っていうか緊急企画なんで、これ僕がじゃあ餓死したらもう YouTube 自体終わっちゃうと思うんで、それも兼ねてご飯食べていきたいと思います。はい、社長、お腹空きました。はい、社長、ご飯お願いします。はい、ご飯いつでも食べさせてくれるそうですね。優しい社長だと思います。ごちそうさまです。お疲れ様です。社長、お疲れ様です。まっ、突撃しに来たの。はい、お腹すきました。ご飯だけお願いします。すげえ格好できたな、お前。これ風俗のオプションでつけて、ちょっとオプションでつけたらお金なくなって思って、とりあえずご飯行きましょう。行きましょう。お前らってやっぱいきなり来るな。お腹すくのってやつ、いつもいきなりじゃないですか。もういきなり来るな、お前って。お邪魔します。ほんまに。お腹すきましたね。さて、お前すげえ格好したんだ。今日の晩ご飯何にしましょうか。なんもないと俺、家すき焼きとか食べたいですね。すき焼きねってだから。いや、すき焼き作りましょう。もうほんまにエグいっすって。ほんまにエグいっすって。ご飯どんどん豪華になっていきますから一発しばくごとに。今日何の企画だ。企画説明しよう。今日突撃訪問ご飯企画。ほんまに金ねえやろ、お前。ほんまに金ねえやろ。風俗行き過ぎて、やっぱ酢ビールじゃ美味しくないと思うんでね、僕も。社長の気持ちを考えて僕も突撃してるっていうか。俺ほんまに何もない。冷蔵庫見たら分かれてる。あると思いますよ。ね、お腹すきすぎてちょっとお酒は控えたいんですよね、今日は。いや、ほんま、すき焼き食べましょう。いや、今日は ね、思ったんですよ。仕事中、今日はすき焼きやん。すき焼きやん。すき焼きやん。飯作る段取りだけしましょう。そう、お花摘みに行ってきますね。僕も花摘んでる間にちょっとご飯のこと考えましょう。お花摘んでる。え、お手洗いのことです。はい。トイレ行ったんで、もうそろそろ俺がブチ切れたいと思います。お腹すきました。もうほんますき焼き食べたいです。もうほんまに食べたいです。もうすき焼きが食べたいです、僕。すき焼き食べましょう。 YouTube やと思っても何でも仕方なんだよね。緊急企画なんで、これは。 YouTube やと思っても前もそこでバタ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 しとったやろ。はい。近所迷惑来ると思う。家出されるやんけ。出されたら一緒に家帰りましょう。一緒に住みましょう。社長、ほんますき焼き、もうすき焼きがいいですよ、僕は。社長、ほんまにすき焼き食べましょう。無理やった。もう社長、ほんま僕もお腹すいたんですよ、もう。すき焼きっす、ほんま。お前、はい。いや、もうすき焼きっす。ちょっと慣れこい。いや、すき焼きっす。お前、動画回っとるからって、お前、ちょっとそこだけわきまえるよ。すき焼きっす、やっぱ。え、社長。お前、ほんま調子乗んねん、お前。いや、え、ちょ、お前調子乗んねん。いや、ほんますき焼き食べましょう。お腹すきました。しつこい。いや、ほんま。撮影するならまず撮影するって俺に連絡くれるのまずあかんし。はい。突撃訪問なんで。まあ、それしゃあねえけど、わかるけど。だって、1本電話入れたらやっぱり。いや、わかるけど、俺らほらいつも何も予告なしとかやってるから、そんなんもういいんやけど、ちょっとしつこいし、まず頻度が。はい。1回に変えたらいいけど、3回目やお前。はい。じゃあ、ないよ、肩手組んで。はい。そんなもん動画やから許されることでもないし。お前ほんま、ちょっとわきまえた方がいいぞ。もっとな、楽しい企画してくれや。ドッキリでいくらでも来てもいいけど、楽しくなんかみんなでわーってできる企画をしてくれや。飯作れだろ。そんな格好で来て動画出るのはいいけど、お前ほんまに笑われるぞ、世間に。僕ちょっと今日すき焼きが食べなかったんで。まだ言うかもです。こっち真剣な話じゃんけど、はい、もういいよ、カメラ止まって。なあ、はい、もうちゃんとしか YouTuber だもん。ちゃんと時間作って撮るのはいいやって別に。はい、でもお前、やめろよ、そういうの。ふざけてもいいけど、な、こんなしたりよ。はい、なあ、ちょっと限度があるわ、お前。俺ちょっと立場ある社長やぞ。はい、なあ、それでも動画の中でお前がこうやってやって、ああ社長って言ったら、この人何しとって思われるんだよ。確かに社長ってやっぱ従業員舐められたんやと思われて終わりだぞ、お前。はい、なあ、はい、お前ニヤニヤしてる。いや、してます。別に突撃してきてもいいけど、調子に乗りすぎやって。動画やからって毎回で、それはそれでいいけど、ちょっと限度をわきまえろって。なんか肩組んできたりとかよ。はい、なあ、何ニヤニヤしてるの。あ、してます。おい、はい、YouTube やから何でもしいと思っとんねん、お前。お前、すいません。カメラ回っとるから調子乗っとんねん、おれ。すいません。すいません、おい。ドッキリじゃ。そうしよう。どっからドッキリですか。全部。
え、これどうするどうするお前、もう俺もあんな2回トッされて結構今、守りに入ってるからもう言ってあったよ、次トッするときはもう来て俺がブチ入れようぜみたいな。おかしい思ったんすよ、なんか不機嫌だなと思って家で不機嫌なことないのになと思ってたんすよほんまエグいっすわマジでエグいっすわ、パニックですわ。どうガチギレドッキリ、ちょっと今後一切やめてほしいっすこっちはやめてほしいや、突撃そういえば触れてなかった登録者数1000突破ですね。ありがとうございます。ちょっと遅れたんですけど、はい、残業続きでちょっと言えてなかったんですけど、ありがとうございます。本当ありがとうございます。インスタの方で応援しますとか、はい、いい DM もらったんで、あとは僕からのお願いなんですけど動画始まる前にあの広告飛ばさず見てほしいんですよね広告だけ飛ばさず見てほしいです。これからも応援の方よろしくお願いします。であとチャンネル登録と高評価お願いします。よろしくお願いします。私事なんですけども、総合格闘技ジムに本格的に入会しましてですね、プロを目指してみようかなと。来年ぐらいをめどに地下格闘技のアウトサイダーっていう試合にちょっと出たくて必死に練習してるんで、皆さん応援よろしくお願いします